おはようございます。今日は初めての GRWM に挑戦してみようと思います。そして初めての企画プラス初めてのアフレコでやってみてます。この日は韓国旅行に行ってる日のホテルなんですけど、この扉のね、真横で家族がまだ寝てて起きてなかったので喋ることができなくて、まあ、とはいえこうやってどんどん次行っちゃうはい、こんな感じでスキンケアを始めました。この日持ってきてたのはファミュのセラムです。バイタルシート、あとこれはベルベットなんとかかな。はい、載せておきます。はい、そしてキールズのこのクリームはなんか結構軽いというかスッと馴染むから朝つけて前メイク前に使ってます。そしてもちろんビントリーのヘアオイルも持ってきました。これをつけてから乾かすと本当にしっとりとまとまるので毎日欠かさず使ってます。喋らないとは言いつつ、こうやってドライヤーしてても起きませんでした。はい、そしてこれはラロッシュポデの、日焼け止め下地クリームです。あとこれはディオールのクッションファンデをずっと使ってます。これね、本当私結構ツヤ肌が好きなんですけど、ツヤ肌を簡単に作れるし、旅行先とかでこれ1個でできるので重宝してます。本来起きる時間だった時間にアラームが鳴りました。そして眉毛はケイト、何本使ってるんだってぐらいです。でシャドウはディオールと 3C を持ってきたんですけど、アイシャドウって本当割れちゃうのが本当に怖くて、めちゃくちゃ大事に慎重に持ってきたんですけど、息子が起きたようです。おはよう、おはよう。何持ってんの？ということでアフレコはここまでです。ありがとうございました。バイバーイ。いや、まだ動画は続きます。起きました。やっとみんな起きました。みんな100本目ぐらいです、これ使うの。どれ食べる？そのおかき食べる？あっちにさ、空いてるやつあるから、空いてるやつあげるよ。何してますか？おはよう。おはよう。ん？で、息子のいたずらの跡があります。あれ？お財布どっか行ってるやん。なんか電車も見えるし、車も見えるし、電車。ここはもう息子にとってはパラダイスのようなホテルですね。いつもここの窓際でおもちゃ持ってきて遊んで見ながらね。クッキー？ドゥッキー？クッキー？何？何だろう。なんか刺しながらね、なんか言って、何言ってるかちょっとまだ分かんないんだけど。違いました。今日はこんなセーターです。結構スケスケ、ちょっと寒いけど中入るとすっごい暖房効いてるから、まあ薄めのポップスでいいかなって感じで、今から髪の毛をやろうと思ったんですけど、コテを使おうと思ったんですけど、まさかのコンセントがこのタイプと、ここ
こがね、刺せるんだけど、シェーバーオンリーって書いてて、多分刺しちゃいけないっぽいから、あっちの机でやろうかなと思ったんだけど、鏡がないからどうしよう。刺せる。うわー、厳しくない？お、絶妙なバランス感覚で。なにこれ？え？鏡？ごめん、ちょっと今鏡は貸せないな。ごめんね。ん？それだけはダメなんだ。ごめんね。それはいいよ。それ貸してあげる。触んないでね、揺らさないでね。あっちぃ、あっついから。あ、足、おいで。ここにこんなのあるよ。雨だから巻いても意味ないかなぁと思いつつ、巻いてみましょう。やめて、揺らさないで。何？何が欲しいの？何が欲しいの？わかんない。何？これ、これ欲しい、これあげる。これ、ほら、こっち見てごらん。喋らんかんねん。今？だから時間ないってこと？そう。わかった。じゃあみちゅんが入れるよ。いやけど、ちょっと待って。もうちょっとコーヒー飲んでからね。うん、いいよ、全然。出るまでに。出るまでに入れてくれれば。あ、なんかすごい変に跳ねちゃった。やだー。韓国水道水飲める？え、いや、水あるから水入れなよ。変に跳ねちゃった。そういう暇あるよね。そういう暇あるよねってことで、今日はこの変な前髪で行くよ。え、めっちゃ跳ねてなきゃ、ね、つけよう。オッケー、できたー。韓国人っぽいよね、この巻き方。イエーイ。で、最後に白のヘアバン。怖いよ、な。これすごいツヤ出ていい感じなんですけど、白のヘアバンとビンタリーのヘアオイルを混ぜて、これ終わったら、もう終わるよ。もう終わる。もう終わるよ。ごめんね。よいしょ。動いた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 。オッケー。オッケー。いい感じ。なんか結果いい感じになりました。はい、終わり。行ってきまーす。どこ？どこ？どこ？いいな。映るの？え、何に？ YouTube。 ダメだよ。モザイクしてあげるよ。プニプニって昨日パパは目がかすんでトランプの
数字が見えなくて。やば。全然、やれないと思ったわけ。それでやめたんだ。うん。ブラックジャックもできないわ。これじゃ。そういうもんなんだ。ゲッ！あ！あ！何それ？, 笑ってんじゃないですよ。何それ？押し倒されました。かわいい。昨日はカジノに行ってたらしいですけど、私は寝てました。一瞬な。まあ、カジノしに来たもんだもんね。カジノしに来たんで。あなたは、私は買い物をしに来ました。違うよ。違うよ。何しに来たの？盛り上げに来たんだよ。そうそう、盛り上げに来ました。みんなとの旅行合間に旅行合間になんか変えたらいいなぐらいの、ね、そう目的じゃないから。そうだね、間違えちゃダメ。それは間違えちゃダメ、うん、あと視察旅行ね。そう、私たちの旅行は基本的にいつも視察旅行ということで視察メインのはずなんですよ。それを忘れちゃいけないです。だからホテルもゆっくり困らなく、うるさいの、困らなくチェックして、どういうところが使いやすかったとか良かったとかレポートを書くし、ね、ハンダさんはいつもあのメジャーを持ち歩いてますし。これは広いよ。これは広いね。ああ、あと測る。これは書いてた。でも私ね、ほんとね、このねホテルのね、何がね、気に入ったってね、あの、広さもそうだし、使いやすさもいいんだけど、やっぱりあの、ランドリー洗濯機があるってめっちゃいいなと思った。なんか今まであんまりホテルに洗濯機、ホテルの洗濯機使うとかなかったんだけど、部屋にあると、もうその日にさ、臭いくなったのとか汚れたのとかさ、洗えちゃうじゃん。めっちゃいいと思った。結構今までだと、うん、沖縄とかは多かったな、うん、ああいうバケーションレンタル系のとか、ビラ、リゾートビラとかは絶対入ってるけど、このタイプの普通のホテルの客室に、うん、あるってあんまないよね。私でもまあちょっと韓国だからっていうのもあるかも。なんかもうどこ行ってもさ、体に匂いつくじゃん。あの夜ご飯とか絶対もうさ、うん、香辛料なのか、うん、肉なのか。だからねえ、テンション高いですね。いいですね。あなたは天気に左右されずにテンション高い。ここ気持ちいいね。はい、念願のビオットを買ってきました。昨日の夜買いました。なんか2プラス1だったんで、韓国のその制度を初めてやりました。でこれ屋台で昨日買ってもらったシャインマスカットです。美味しそう。でっかー、やばー。いただきます。食べる？皮むき。ちっちゃいのにしな。え、待って、これで遊ばないで。これボールじゃない。おい、マジシャンみたいなスプーンの入れ方してるよ。マジシャン隠す時のやつやん。マジシャン隠す時の、何も持ってないように見せて、実はスプーン持ってます。何も持ってないように見せて、実はここにあるんですね。やってますね。この皮むいてあげるから。いただきます。うん、うん、まっ。おいしい。おいしい。めっちゃ美味しい。ん？好きだもんな。うん。
食べる？はい、いただきます。どうやって食べんのよ。開け、開けて、これを。入れます。はい、こうして食べます。はい、ではいただきます。うん、すげえな。なんかキクラゲですよ。キクラゲ？キクラゲ？どこが？うまっ！ちょっと待って、うまっ！何といたこれ。ただこねる、こいつ。はい、どうぞ。おいしい？うん。いや、いやいや、ボーイが。おいしい？なんかこっち食べな、こっちの口やす。はい、おいしい。よかった、食べてくれて。おいしい。おいしい。おいしいですか。おいしいポーズしてください。はい、おいしい。やってくれないね。はい。ゆうちゃん、ほんとごめん。その、さ、スプーンもう一個持ってくれない？そこに。上か右か下か、はい。左行ってください。どっちでした？はい。いただきます。ちゃんとビヨット。うまい。うん、もっと食べたいの？へへへへへ。おいしいね。お風呂入るって。今お風呂入るってよ。いけるバイバーイ。もう食べてるかな。食べ終わったらにする。食べ終わったらにする。みんな美味しいんだ。分かった。お家ではヨーグルトあんま食べないんだ。うまっ。間に合った。どっちがママのスプーンだったか忘れちゃった。こっちかな。こっちが、うん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 、そんな吸うやつじゃないぐらい。スープと思ったな。あちゃ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 あ。それで遊ぶ？洗ってきてあげる。うん。おいで。うん。おいで。よいしょ。ビヨットうま。え、すっごい美味しかったんだけど、なんか思ってたより美味しかった。え、食べないで。あ、びっくりした。どうも食べたかと思った。嘘だよね、ごめんね。冗談で食べたんだよね。うん、美味しかったね。また明日食べよう。はい、たまに。